させるのは、お土産を誰とも接触することなく購入できる店舗です。カメラやセンサーが店内で客が手に取った商品を認識し、無人で決済することが可能です。国内の空港では初めて導入されるということです。都内の住宅街に猿が出没しています。今日も帰宅などで相次ぐ目撃情報が。落ちる。すごくね、電線。彼らにとって電線は渡りに船。移動のためのインフラとして完全に使いこなしている模様。びっくりしますよ。エコンプーフというのを持ってピョンピョンピョンって買ってもらったんで。同じ猿でしょうか。22日には痛ましく出る。そして今日昼過ぎ、再び帰宅の映像。おさやさん、どれくらい？ここに何かいて、いるいる、ここいるよ。あ、いやいや、サル。あ、この上、この上行った。サル、すごい。サルは屋根伝いに移動し、電線を見る。おー、ちっちゃい。やはり自由自在。すごい早いです。早いです。野生とみられる猿がなし。しかし前代未聞かといえばそうでもありません。2017年には葛飾柴又に、2008年には渋谷駅の構内に居座る。この表情、周囲を大勢の人に囲まれても動じる様子はなく、やがて、少し伊勢丹は百貨店で初めてオンラインの顔タイプ診断を始めました。顔の形や目、鼻、口などの大きさ、位置などを分析し、その人に似合う服のテイストなどを提案するサービスで、若い世代を中心に人気を集めています。専用アプリに顔写真を送ると、店舗にいるプロのコンシェルジュが診断してくれます。希望すれば、アプリ内のチャットやリモートを使った動画での接客も可能だということです。東京中央区のアイテックインターナショナルは、化粧品などを購入した会員が他の人を新規会員に勧誘する連鎖販売取引をしていました。この際、アイテックはみんなが喜ぶいい話などと誘い、売買契約が目的であることを告げていませんでした。また化粧品は工場が有名企業と同じなどと嘘の情報で勧誘していました。消費者庁は特定商取引法違反に当たるとして、アイテックに6ヶ月の取引停止などを命じました。アメリカ・ニューヨークで最も人通りの多い観光地の一つ、タイムズスクエアに観覧車が登場しました。タイムズスクエアの広場が
くそばにですね、そして大勢の方が並んでいます。というのも、期間限定で観覧車ができているんです。It was good. It was nice. I mean, it's a change of pace in the city after a long time. So, I was glad about that. Yeah. わずか5日間で建設されたタイムズスクエアの観覧車、25日に営業を開始しました。10歳以上の料金は20ドル、およそ2200円ですが、ワクチンの接種を完了した人を対象に、先着で100名は無料になるということです。ニューヨークでは経済がほぼ正常化していて、観光客をさらに呼び込み、周辺のビジネスを活性化させる狙いがあります。人気 YouTuber のヒカキンさん。チャンネル登録者が1000万人を超えた際、動画制作に1000万円を使う予定でしたが、この1000万円は全額コロナの医療支援に補填することに決めました。医療従事者の皆さんはこの終わりの見えない中ずっと戦い続けてくださってます。少しでも早く医療従事者の皆さんに光が見えてくることを祈って貢献させていただきます。すると、その場で募金。よし、はい、しっかりと募金できました。前の以上にコロナウイルス、本当に気をつけていきましょう。真夏の夜にホラーな一コマ。地面からワンちゃんの頭がにょっきり。これは一体？ワンちゃんの名前は大吉くん。実は、こうして速攻にはまるのが大好きなんです。冷たい。生後4、5ヶ月頃からハマっている筋金入りの速攻好き。そこには理由が。ここは暑さ厳しい沖縄にあるスポーツ用品店の敷地内。どうぞ。朝夕は日陰になり風がよく通るため、ここで暑さをしのいでいるんだとか。そんな大吉くんに飼い主さんがプレゼント、専用の顎の世代です。気に入ったのか毎夜の様子、長い時は1時間も速攻で寝ているそうです。新型コロナの重症化を防ぐ切り札として期待されている抗体カクテル療法です。投与室というものを設置した大阪では今日から運用が始まっています。明かりは見えてきたのでしょうか。我々のコロナとの付き合い方が確実に変わっていく可能性はあります。切り札と期待されるカクテル療法、課題も見えてきました。の感染状況を分析するモニタリング会議。新規感染者数は減り、ピークは超えたようにも見えますが、医療提供体制は依然厳しい状況を示しています。医療の提供体制は深刻な機能不全に陥っております。この1週間のところでの新規陽性者数横ばいに見えますけども、このような高い数値が継続するだけでも状況は悪化していきます。尾身会長はいわゆる野戦病院の必要性も訴えます。もう少し臨時の医療施設的なものを作らないと今の状況には対応できないと思います。その病床逼迫、打開の切り札となるのでしょう。間で投与できるようになればこんなに素晴らしいことはないと。これは実際に抗体カクテル療法を行っている様子です。厚生労働省は軽症・中等症向けの点滴薬抗体カクテル療法について、外来の患者にも条件付きで投与を認めると都道府県に通知しました。8月の11日に発表して70人の方が受けられ
知県にある藤田医科大学病院では、自宅療養者ら70人に抗体カクテル療法を始め、すでにその効果が現れていました。海外にはやはり会うと死亡率とか重症化率と7割が結果に基づいてかかっているんですけど、実際、まあ、私たちはそういった大体方で重症化した方はいないんです。現在は重症化リスクのある自宅療養者らに病院で点滴を行い、一泊入院させて翌日自宅に戻ってもらうケースが多いといいます。入院させることなく外来で可能となれば、治療のスピードアップを図ることができ、大きく局面を変えることができると期待を寄せます。そこで陽性だったらすぐにその地域での抗体カクテル療法の治療を受けましょう。これができることで1週間後の入院病床が守られる、ウィズコロナということを考えていけるケースが来るかもしれない。大阪では宿泊療養者を対象に抗体カクテル投与室の運用が始まりました。重症化を防ぐ軽症視点で、投与する唯一の薬がこの抗体カクテルになります。この抗体カクテルをできるだけ早い段階で軽症の方に、軽症のうちにハイリスクの方に投与することで、重症化を一人でも多く防いでいく、これを実現したいと思います。課題も見えてきました。 PCR 検査の場合は結果が分かるのが翌々日であったりすると、これも5日ぐらい経ったという、時間的な猶予はなされていない。抗体カクテル療法は発症から7日以内に治療する必要があります。発症して翌日検査、その結果が翌々日に分かった場合、残り3日間で医療機関を探し治療を受けなければいけません。体調が悪いと思ったらすぐに PCR 検査もしくは抗原検査を受けていただく、学校手をどんどん縮める努力をしなければ。薬剤の在庫量も危惧されます。現場からは抗体カクテル不足してる、来てない、逼迫してるっていう声があります。具体的な確保量については相手方企業との間で秘密保持契約の義務もあるため、お答えすることは差し控えますが、投与対象となる患者数の見込みに対応できる量の確保を図っているところでございます。ワクチンの時に接種が加速していったら突然供給がトバイザーというとても苦い経験をしているので、明日から急に来ませんというのだけは困る。妊婦さんの配偶者の方がコロナに感染した場合、ホテル等の療養宿泊施設に入れられるという理解で大丈夫ですか？特に妊娠後期の方は非常にリスクが高いと今言われておりますので、これはその対象に当然なって。田村大臣はこのように述べ、妊婦の重症化リスクを考慮し、配偶者が感染した場合には、配偶者はホテル療養の対象になるという認識を強調しました。その上で、ホテルの数も限られているとして、自治体側に対して数の確保を呼びかけました。東京メトロ白金高輪駅で、22歳の男性が男に硫酸をかけられて重傷を負った事件。男は少なくとも3駅手前のホームから男性をつけていた可能性が出てきました。男が手にしたアコビーム、中身はやはり劇薬でした。東京メトロ白金高輪駅で男性が液体をかけられた事件。外因鑑定の結果、液体は硫酸と分かりました。金属の洗浄などに使われる硫酸、濃度によっては重大な結果を招きかねません。非常に危険だと思うんですね。当然失明する可能性はあります。そんな危険物を手にした男の事件前の行動が徐々に明らかになってきました。
事件前、被害者の男性は職場に近い銀座線の赤坂見附駅から地下鉄に乗りました。この時、近くには犯人と似た特徴を持つ男がいたという情報もあります。赤坂見附駅はここ、その一つ先にある溜池山王駅では乗り換えをしたのか。防犯カメラに電車を待つ男性とその横に立つ男が映っていました。男はこの後奇妙な動きをしていました。男は溜池山王駅では男性が乗ったドアの隣のドアから電車に乗りました。一方でこの先にある白金高輪駅では男性と同じドアから降りたということです。男は白金高輪駅で降り、男性の後をつけるように改札を抜けたとされます。エスカレーターに乗った直後は数メートル離れていました。犯行の数秒前には真後ろまで近づいていました。ちなみにこの手袋、改札を通る時点ではしていなかったといいます。計画性も見え隠れする男の行動。警視庁は男が男性の後をつけたとみて捜査しています。国民政党であったはずの自民党に声が届いていないと国民が感じている。我が国の民主主義を守るために自民党総裁選挙に立候補いたします。また下村政調会長と高市前総務大臣も立候補する意向を示しました。下村氏は立候補に必要な推薦人20人を確保したと強調しました。衆議院選挙を前に自民党内には菅総理への不満がくすぶり続けていて、情勢は不透明です。家電量販店の野島は接客する従業員の名札に2回のワクチン接種を終えたことを示すシールをつける取り組みを全国の店舗で始めました。逆に安心感を持ってもらう狙いですが、ワクチンの接種やシールをつけるかどうかは従業員の任意だということです。お客様に目で見える形でちゃんと接種をしてますよっていう意思表示にはなるので、安心要素になればすごく嬉しいなと。一方でワクチンの接種を受けていない従業員からは、お客から敬遠されるかもしれないといった不安の声も出ています。政府はアフガニスタンに残る日本人や大使館の現地スタッフらを退避させるために3機の自衛隊機を派遣しています。日本への退避に向け、パキスタンの首都イスラマバードとアフガニスタンのカブール空港との間でピストン輸送を計画しています。空港を管理しているアメリカ軍の撤退期限が月末に迫る中、政府関係者によりますと、出国を希望する人たちの空港までの移動が難航していて、まだ一人も退避できていません。証券最大手の野村ホールディングスはイタリア料理を定期配送するサービスの会員募集を始めました。会員には有名シェフが監修し、自社農場で採れた食材を使った料理が年4回届けられます。このサービスの会員券は暗号資産などに使われるデータ管理技術を使って発行され、来年以降専用アプリで取引できるようになります。証券業界ではこの技術を使って債券を発行する取り組みが始まっています。感染拡大が続く中で、医療従事者と患者との間のトラブル者も増えているといいます。要請を取り下げろと要求する患者、こんな非常識な方もいるようです。もう掃除機やってらんないからですね。もうそうですね、こっちは本当に医療の最前線で踏ん張っている医師が思わず見せた涙。新型コロナウイルスの患者が急増する理由、理不尽なとんでも患者が増えているというのです。目黒の大鳥神社前クリニックの北村院長によりますと、
その患者は50代男性で、先月、微熱と咳の症状を訴えたため、PCR 検査のほか、採血やレントゲンなど診察を行い、およそ6000円を払って帰っていったといいます。その翌日、陽性が判明したことを電話で伝えました。と、その数日後、陽性だったら金がかからないはずなのに、なぜ支払いが発生した？ B 社陽性だったらお金が一切かからないと言ったと。なのに自分はお金を払った。どういうことだ？いや、そうではなくて、陽性になった後はかからないんですけども、最初の時、初診料とかは発生するんです。そんな話を聞いたことがないから、お前のクリニック負担しろって言われまして。男性患者はクリニックを訪れ、全額返済しなければ帰らないと、受付などに5時間半も居座ったというのです。その時の音声があります。何も出てきません。対応できません。非常に困ってます。この対応で診察は数時間もストップしてしまいました。待合室にはどんどん患者が溜まっていき、密に。帰ってしまう人もいたといいます。仕方なく警察に通報しました。しかし、警察が駆けつけるも、金銭トラブルなので警察は関与できませんというようなことを言われたといいます。そりゃそうだよ。結局クリニック側がおよそ6000円全額を返金したといいます。また陽性を取り下げてくれという30代男性患者もいたといいます。別の医療機関で検査したら陰性判定だった。保健所に連絡したら1つ目の陽性判定を取り下げたら陰性になると言われた。陽性を取り下げてくれって何っていうところだったんですよね。そもそも陽性がこいつおかしいんじゃない、受診したんだろうっていう。その患者はお前のクリニックには二度と来ないと捨て台詞を残していったそうです。なんかあるんだよ。感染させてしまったら、それまして、その人が死んでしまったら、もう泣くってのはおかしいもんね。だから普通やってきて、昼休みも診察を行うなど頑張っている状況。この人おかしいんじゃない。とんでもおかしいじゃん。当事者だけでなく他の患者にも迷惑がかかっていると言います。他の患者じゃなくてお前の存在が迷惑なんだよ多分。マイケル選手はパラ陸上競技の選手で、南スーダンの選手団の一員として2019年11月に来日しました。選手団の中には東京オリンピックに出場した選手もいましたが、マイケル選手は国際パラリンピック委員会から参加を認められませんでした。前橋市は内戦の影響で国内で十分な練習ができない選手団5人をおよそ2年にわたり受け入れてきました。5人は26日の夜、成田空港から帰国の途に着きます。組織委員会は26日、23日に陽性と確認されたパラリンピックの大会関係者1人が現在入院していると発表しました。選手ではなく国籍などについては明らかにしていません。重症ではないということです。パラリンピックの大会関係者が新型コロナに感染し入院するケースは初めてです。また組織委員会は大会関係者15人が検査で陽性になったと発表しました。2人は海外から入国し選手村に滞在していました。これでパラリンピックの大会関係者の感染者は184人となりました。厚労省は来年度予算に向け新型コロナの感染状況を踏まえた柔軟で強い医療や介護の構築のほか、ポストコロナに向けた成長と雇用の好循環の実現など4つの柱を立てています。要求額は
33兆9450億円で過去最大となりました。31兆7791億円は年金や医療などの社会保障費です。新型コロナ関連では病床や人材などの医療体制の確保に56億円、ワクチン治療薬の開発支援に19億円を盛り込みました。また、雇用調整助成金など雇用の支援対策も示されています。今後の感染状況が悪化すれば要求額は膨らむ見通しで、厚労省は年末までに最終的に決めるとしています。国会を最初にやってほしいということですね。総裁選をやってもですね、残念ながら自宅で療養している方々を誰一人助けることはできません。自民党と立憲民主党の国対委員長が会談し、野党側はパラリンピック後の来月7日から10日間臨時国会を開いて新型コロナに対応する予算措置などを議論するよう求めました。与党側は来週中に回答する考えです。開会することになれば菅総理が衆議院の解散に踏み切るのではという憶測を呼びそうです。モデルナ社の未使用の新型コロナワクチンに異物の混入が見つかった問題で、菅総理大臣は接種にそれほど大きな影響を与えるものではないとの認識を示しました。その言い方としては、とにかく安全を最優先にして、そしてまた現状分析をしながら対応するように立候補者指示をしていました。イメージを決めるべきだと思います。それでは
特にですね、私2月には民権派の
山本常島もですね、あのビジネスの件で急デリレースという、あの非常に、日本ではまだまだあの禁止されていることも問題に指摘をされていますが、あの一言山本さんの方からお願いしたいと思います。ありがとうございます。この後ろです。あの短く、あの、ま、中国共産党による過熱な人権弾圧に立ち向かう全ての当事者の方々が共にあるということをお伝えしながらも、今回の議連としては香港を冠にした議連の参加がないので、香港のことを言っているだけ。あの先日ですね、有罪判決が出ました。要するに、あの日本の国会議員に対して罰金付き制裁法の働きかけをしたということが、まあ、その有罪判決の事実にありました。私の名前もその中にありました。まあ、こういう時だからこそですね、やはりあの国際社会の絆を断ち切るというような、あ、中国の目的が達成できない、私たちはしっかりと、そういった人権侵害制裁を前に進めていくんだということを、まあ、当事者の皆さんと共に、ね、確認し合う、あの大事なタイミングだと思っています。まあ、本当にあの人権は西洋の姿勢ではなく、東洋と西洋を分断するものではなく、普遍的な価値観ですので、そのことを確認し合ってともに学んでいきたいと思います。推進する議員であります。特に今日ウイグルの問題でありますが、ウイグルの人権状況は極めて深刻であり、我々もこの党としてもですね、決議を挙げるところまでなるわけでありますが、最終的には全党の一致というところにあと一歩たどり着かない。大変残念でありますが、今与党の先生方の強いお申し越しがありまして、臨時国会ではこの人権決議は必ずできるだろうというのにおいて、深く確信をする必要があります。その上で今ですね、重要なことは先ほどの中谷さんがおっしゃったように、アブニツキ法をきちんと作ること、そして有限定数をきちんと実行すること、サプライチェーンにおいて強制労働がある産品を私たちの国は許容しないということを明確に言うことだと思っています。中国における様々な人権侵害に対して、これをジェノサイドと認定しているのはアメリカだけであります。しかし、ジェノサイドと認定をしていない他の国においても、ユーデリエンスの関係上、オランダにしてもカナダにしてもですね、明らかにサプライチェーン、その製造過程において強制労働があるのは、これを輸入しないというですね、明確な意思を表示している。この意思を表示するかどうかは、その国家が人権を尊重しているかどうかの、一つのリトマス試験紙だと思っています。ですから、我々超党派の議連は当然それぞれの状況を批判をする、そして決議を挙げる、行動をする、当たり前のことでありますが、それだけではなくて、今言ったデューデリジェンスの問題と、そして乱立規法で全面的な経済制裁ができませんが、個別にその人物に対して行うということを徹底的にしていかなければいけない。今晩はアフガニスタンの問題でタリバン政権が決まる。これも大きなですね、人権を侵害する可能性を私たちは感じているわけです。こういったことに関しても、今日のさまざまな人権を守る団体が結束をして、日本はまさに戦う人権主義の国家である。日本は戦う民主主義の国家である。このことをですね、内外に示すことが、私たち日本の大きな立ち位置の向上であり、我々一人一人の国民の強い自由心の高まりにつながるだろうと、こんな観点から今日の会合を皆さんと共に一つの方向性を目指して頑張っていきたいと思っております。先ほどは国会決議の成立に向けて力強い言葉を先生方からいただきました。誠にありがとうございます。ありがとうございました。私どもといたしましては、この現在進行形のこのジェノサイド、この人権侵害の問題を一日でも早く解決していただき、この国会決議をとにかく一日でも早くお願いしたいと思います。先の通常国会ではまだ議論が進んでいない政党もあるということで、そ
結論を待つということで、まあ、よくになったわけですが、もうあれから2ヶ月以上したというわけで、この秋の臨時国会では、必ず結論をぜひ出していただきたい、採択していただきたい、まあ、強くお願い申し上げます。とりわけ、来年2月4日には北京オリンピックが予定をされております。で私どもとしては、人権状況の改善になったまま、北京オリンピックが開催されるということには大変強い懸念を反対をしております。その前までに、対応としては秋に、ぜひ、国会決議をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。安全の及ぶ可能性もあった上で、それを出していただいて。
インターネットテレビウィルズ王冠号、本日司会を務めさせていただきますさやです。よろしくお願いいたします。そして解説いただくのは白川司さんです。お願いいたします。さて、はい、元天体協代表のユン・ミヒャンさん、はい、裁判が始まったんです。やっと始まりましたね。はい、はい、やっとという感じですね。そうですね。まあ、ユン・ミヒャンさんっていうのは、まあ、おっしゃったように元兵隊協、はい、今正規連って言われてますよね、はい、の、代表で、まあ政治家ですよね今。そうですね、はい、共に民主党の議員になってます。ところがですね、まあ、今ちょっと、除名されちゃいましたんで、はい、まあ、所属はない、議員です。はい、彼女が有名になったのは、日本を糾弾する、水曜集会というのを主催したことなんですね。はい、毎週水曜日に日本大使館前、ソウルの日本大使館前で、まあ日本は悪いぞってみんなで集まって言う、
ね、金曜日の夜に、夕方にずっとやってまして。そうなんですね。1500回。すごいですね、うん、でもすごい継続力っていう面では、はい、すごいなと思いますけど、はい、うん、で韓国の、まあ、特にソウルの学生は良い子はここに出なきゃいけない。そうなんですか。はい、前言いましたように韓国って反日が倫理ですから、はい、で水曜日にね、わざわざその時間を潰して行くなんてバカバカしいじゃないですか、うん、でもいい子は行くんです。は反日に徳を積むために毎週水曜日真面目なことをよく出るという感じですね。はい、これは日本政府が犯罪の事実を認め、はい、被害者に繰り返し謝罪するまで要求を続けるというふうに制限に、はい、内容の理事長が述べ続けているという、はい、ことなんですね。これなんでやってるかって分かります？なんででしょう。寄付が集まるんですよ。なるほど、はい、よくね、運動体っていうのはそうなりがちっていうのはね、うん、言われてることですけども、で特にね、はい、いい子たちだから自分の小遣いとか集めて持ってくるんですよ。ほー、うん、あ、そうなんですね。だからもうやめられないと思わない。でもね、自国民から集めるわけですもんね、はい、まあまあそうですね、はい、でもまあね、で問題は彼、はい、生活費に当てていたりとか。そうですね、はい、これ慰安婦のために出した義援金、寄付金はどこに使われているのかわからない、はい、被害者に使ったことはない、はい、30年間にわたり騙されるだけ騙され、利用されるだけ利用された、はい、ユン氏は国会議員になるべきではないということを、はい、元慰安婦のイ・ヨンスさんが怒りの記者会見で明かした。これがきっかけなんですよね、はい、イ・ヨンスさんというのは、まあ、元慰安婦の大物でして、うん、最初にこう、まあ、私は慰安婦でしたと書いた人、はいはい、まあ、この人もね、なんか年齢がコロコロ変わるし、一生懸命なんかジープに乗って連れられたと言ってる、はい、日本持ってないからね、デグじゃねえのって話なんだけど、まあ、そういう人です。でこの人ってもう今国民的アイドルなんですよ。そうなんですか、うん、アイドルですか。アイドル、おばあちゃんおばあちゃんって慕われてる人、でこの人が、まあ、訴えたもんだからみんなびっくり仰天したわけですよ、うんうん、あれなんか話違うじゃん、ユンヒャンってとんでもないやつじゃないのって話が。なるほど、はい、はい、で実際ですね、8つの罪で在宅起訴されています。はい、はい、まあいろいろあるんですが、データ局が運営していた、戦争と女性人権博物館の工芸員に勤務していると、偽装申請とかですね、はい、寄付金を個人口座に集める人ですね、自分のものにしてたということです。あとは法人口座から送金を受けて流用、まあ要するに余った金を自分の口座にガンガン流してたと、うん、あと、まあ、自分の旦那がそのウェブ関係の仕事をやってるんで、はい、その広告を出して、その広告費が自分の旦那のところに来て、まあ、自分に届くわけですよね、とかね、いろんなことやってました。で、もっとすごいのは不動産の不法取引やってたんじゃないかって話もありまして、そうなんですね。はい、これ決定的になって、共に民主党から除名されています。そうなんです。じゃあこの件に関しては有罪に、うん、まあ有罪でしょうね、有罪でしょうね、うん、うん、まあこれいいんだけど、まあ彼女ってもう根っからこういう人なんですよ。はい、だからですね、要するに今回取り上げたっていうのはこの話なんだけども、西岡勉先生がですね、前の動画で、はい、おっしゃってた、NBC テレビですね、韓国のテレビの、報道番組の PD 手帳っていう、ここでですね、国家情報院、はい、ここから、つながってた、まあ、右翼団、日本の右翼団体につながってて、はい、まあ、資金提供を受けてたみたいな、まあ、慰安婦
の情報を流してたと、それが、まあ、あの桜井先生とか西岡さんに、流されていたみたいな疑惑をやったわけなんですが、桜井よしこさんです。これがまあまあ嘘ですよね、こんなの。そうですね、ちょっと信じるに値しない。まあもう、もう大嘘だと思います。だってこのピンキー手帳というのはネット番組で有名ですし、そうなんですか、まあ左派であの変更番組って言われてますから、ただね、これはまあこれでいいんだけど、はい、これをね、ユミさんが利用したんですよ、要するに、この話を、この嘘話を。これ読んでもらっていいですかね。8月15日の、中央日報の話なんですが、これで彼女が2017年に大阪空港に行った時におかしな取り調べをさせられたっていう話をしてます。はい、はい、事務所で30分から1時間にわたり、なぜ来たのか、どこへ行くのか、大阪で誰に会うのかなど、ほとんど取り調べをするように犯罪扱いを受けた。広島空港では下着に何が入っているのか、どれも札束や銃器類、麻薬はあるかという質問を受けた。不合理で不当な調査をする方法を通じて脅かし、嫌がらせをする、そんなことが起きることになった。韓国国家情報院が自身と旧日本軍慰安婦被害者の訪日の際に日本の公安と右翼団体に情報を与えたという報道内容を紹介してから、衝撃的なのはあの女の下着まで脱がせろと指示したことが明らかになった。はい、すごいでしょ。嘘の情報を使って自分は下着を脱がせろという、はい、要するにね、人権蹂躙を受けたって訴えたんですよ。そうなんですか。はあ、大阪空港で。大阪空港で。すごいでしょ。これで彼女 何をしたいかというと、要するに日本がその、まあ、性的奴隷の国家だから、こういう、こう女性の人権を踏みにじるようなことを平気でやるという印象付けをしようと思っているわけですよ。この嘘の情報を使って、はい、立ちが悪いですね。そうなんですよ。これによって自分は日本と戦ってきたんだぞと、自己正当化をするためにいろいろ言い訳をし始めてるんですよ。はい、でもう一個、ちょっと一個前の、連合ニュース、8月9日のものなんですが、はい、国上院で25年間海外工作員として勤務した情報提供者が番組側に対し、国上院が日本の極右勢力を支援しており、ドクトと旧日本軍の慰安婦問題を扱う市民団体の内部情報を日本の極右勢力に流出させるのに協力したと明らかにした。7ヶ月間の追跡取材で国上院の多くの関係者が驚くべき事実を告白した。国上院が交換した日本の右翼関係者を接待し、北の重要情報を彼らと共有したと主張した。政策陣は国上院から支援を受けたとされる代表的な右翼関係者として、安倍晋三前首相と近い関係にあることが知られるジャーナリストの桜井よしこ氏を挙げた。はい、これがあの PD 手帳の、はい、まあ、内容なんですけれども、うん、まあ、真っ赤な嘘って、でこれ、実際にこう克服した人間って、顔を出してないんですよね。証言だけしてる。この工作員と。工作員、うん。そうなんですよ。で、なぜこれを今やるかってことなんですよね。そうですね。で、この PD 手帳っていうのは、どうも北の方に偏った番組なんですよ。日本で言えばなんとかモーニングとか、ああいう感じなのかな、よくわかんないですけど。はい。そういう番組で、そこがどうもね、ユミヒャンに助け舟を出そうとしてんじゃないかって気がするんですよ、私。だから桜井よしこさんをちょっとね、使って、貶めて、日本はこんなにひどいと、韓国の情報をね、右翼団体が握って、自分を潰そうとしてるんだと。でもっと言えば、この疑惑は日本が仕組んだんだってところまで持っていこうとしてるんだと思うんですよね。あ、小賢しいというか、これでも桜井氏かの方がどのような対応をされてるんですか。もちろん全面否定だし、これ名誉損害を加えますんで、はい、まあ、どっち信じますかってことですよ。ね、これはまあ賢明な、ね、視聴者の方は、はい、ご自身で判断されると思うんですけども、はい、
の低体強の問題って、はいはい、この、まあ、ユン・ミヒャンさんの個人的なこういう疑惑とかも本当にひどいものだと思うんですけど、はい、なんか慰安婦問題の解決を実際にはこのユン・ミヒャンさんが個人的に妨げてたんじゃないかっていうような話もありましたよね。あ、もちろんそうです。あの、うん、例えばね、慰安婦像ってね、何のために作るかって分かります？国際社会に PR するため。それは 5% くらいだと思います。 5% ですか？95% は慰安婦像を作るぞって言うわけですよ、はい、その地区に。と寄付もくださいと集めるわけですよ。あ、なるほど。うち出せないよ、お前死ぬし。なるほど。出します出します、お金いっぱい集まるわけですよ。そうか、それであの、はい、なんでしょう、素材は安いので使ったりするんですかね。まあ300万ぐらいって言われてますね。あ、実際にかかるの、うん、で、後半でも500万とか1000万集まってたんで、今前半もっとで100とか200ぐらい作ってるんでしょ。そんなに作ってるんですか、うん、そうなんですよ。すごい、じゃあビッグビジネスですね。そうなんですよ。だから作れば作るほど儲かるからいっぱい作ってる。なるほど。で、国内に作るとこなくなったんで海外っていう話をしてるわけで、はい、うん、そうなんですよ。寄付ビジネスです、これ。でもそのためにですね、この日韓合意、2015年の日韓合意を不可逆的に解決したということで、はい、まあ、日本側は言ってるけれども、こういうものも、うん、あのユン・ミヒャンさんは内容を事前に知っていたにもかかわらず、はい、イ・ヨンスさんはこの内容を知らされてなかったっていう話もありましたよね。そうですね。結局ね、パク・クネさんっていうのはそういう状況を何とかしようとしてたわけですよ。はい。でも北の指令によって日本を貶めて金儲けしてる連中がいると、うん、この金儲けっていうのはおそらく、うん、もしかしたら、はい、北に流れてるわけですよね。なるほど、うん、そっか。最終的にはね、うん、だからなんとか止めパックネさん止めようとした。だから不可逆的って言葉入れたわけですよ。そうなんですよ。寄付ビジネスです、これ。でもそのためにですね、この日韓、はい、2015年の日韓合意を不可逆的に解決したということで、はい、まあ、日本側は言ってるけれども、こういうものも、うん、あのユン・ミヒャンさんは内容を事前に知っていたにもかかわらず、はい、イ・ヨンスさんは内容を知らされてなかった、知らされてなかったっていう話もありましたよね。そうですね。結局ね、パックネさんっていうのはそういう状況を何とかしようとしてたわけですよ。はい。でも北の指令によって日本を貶めて金儲けしてる連中がいると、うん、この金儲けっていうのは、まあ、おそらく、うん、もしかしたら、はい、西は北に流れてるわけですよね。なるほど、うん、最終的にはね、うん、だからなんとか止めパク・クネさん止めようとした。だから不可逆的って言葉を入れたわけですよ、はい、で彼女はそれによって、今やってもない罪で禁錮20年とかって止めれなくなったんですよ。そうでしたね、うん、あるいはそれに対する報復ですよ、うんうん、要するに北がきちんと止められると、あいつやったりと、ろうそくでもってやったんですよ。はあ、うん、なるほど。いや、本当にこのメンヘラ国家はなかなか、いや、簡単じゃないですよ、うん、だからね、結局ね、慰安婦で終わらせる
ためには、まあ、北の勢力というのを何とかするしかない。根本はそこにあるんですね。韓国が憎いってみんな思ってると思うんですが、そうじゃなくて北なんですから、うん、北の問題なんですよ、うん、で資金集めなんです基本的に、うんうん、日本を落とし、要するに反日や倫理っていう状態を作っておいて、親日って言われないたくないがためにみんな頑張るわけですよ、お金集めたりするわけですよ、うん、だから日本に来てオリンピックできたりなんかしたら一応反日運動みたいなのしないとお前親日って言われるからみんな必死で反日やるわけですよ。日本の食べ物美味しいねとかって言って大バッシングですから。いやー、うん、新日派の韓国の方も本当にひどい目に遭ってますよね。でも、うん、はい、靴がうまい日本製じゃないかってこと言われるから、うん、おちおちそのアップロードもできないという状態なので、みんなビクビクしてるわけです。はい、うん、だからこれがビジネスになるということなんですよ。でそれがイヤホンです。基本的には、うん、構造がよく分かりました、はい、付き合い方を考えたいと思います、はい、ということで白川さん今日も分かりやすい解説ありがとうございました。ありがとうございました。進撃の話題が多いか。そうですね。はい、これはですね、はい、8月19日に開かれました領土に関する特別委員会と外交部会の合同会議なんですよね。はい、でこれなんでこれを、ね、はい、久々ですね。久々なんですが、逆になんで開かなきゃいけなかったかというと、はい、あんまり見たくない写真なんですが、これなんですよね。あ、はい、竹島ですね。はい、8月の17日に、だからつい最近ですけども、はい、うん、韓国のこの国会議員が竹島に勝手に、不法に上陸してしまったんですよね。で前から韓国の国会議員を繰り返すんですけども、まあ、2年ぶり、なわけです。で、まあ、韓国は、まあ、大統領選挙が次第に下がってきて政治の季節ということもあって、こういう、こう韓国民に受けるような行動に出たわけですけれど、それ以外にもですね、韓国は日本の領土を勝手にリアルタイム映像を負傷して、はい、こうやって、韓国の政府が流していたりですね、これ部会で開かれ、あの配られた資料ですけど、あるいは遊覧飛行とかをやってるわけですよね。あ、これ完全な領空侵犯ですからね。はい、それで、僕の質問に行く前にですね、この長年領土で苦労されている新藤義孝さん、かつて今外交部会長の佐藤正久さんと、だから稲田朋美さんと3人でこの竹島に行こうとして大騒ぎになってありましたよね。はい、でその3人ともこの新藤さんを中心にしてずっと領土で僕が議員になるはるか前から苦労されてるわけです。でこの新藤さんがおっしゃったことは非常に印象的なんで、皆さんにこの辺書いてますけど紹介しておくとですね、およそ10年前2009年頃に、ロシアのメドベージェフ大統領が北方領土に勝手に入ったと。でこれはちょっと正しくはですね、2010年11月のことをおっしゃっているんだと思うんですが、セリフで言えばですね、メドベージェフ当時のロシアの大統領が、ロシアの元首として、ソ連ロシアの元首として初めて国後島に勝手に入ったんですね。でその後メドベージェフさんは首相に戻ったんですけど、
その時代にもなんと、まあ、エトルフなどに変わってるんですけど、一番最初が2010年の11月の花首島の勝手な訪問って言ってるけど、本当は侵入ですよね、だったわけですが、新藤さんの問題提起ですね、あの時の日本の様子をロシアだけじゃなくて中国も韓国も見ていて、そしてこの領土問題について尖閣諸島には領土問題ありませんけれども、要するに領土領海領空について中韓と連動していると、したがってこのメドベージェフロシア大統領は北方領土に行ったのに日本が単なる抗議だけだったから、その後韓国の議員が竹島にどんどん上陸するようになり、でその後この竹島へのなんと定期便としての船も出るようになったと。でそれが尖閣諸島での中国漁船による海上保安庁の巡視船への衝突にもつながってるし、かつては韓国が竹島に不法侵入するのが、不法上陸するのが年に1万人弱だったのが今20万人になってしまっているのは、もともとその北方領土に侵入された時に抗議しかしなかったことであるという、それをよくみんなで考えたいという発言をされてですね、これは僕は深く共感するところでありまして、僕もよく覚えてるんですけど、このメドベージェフロシア大統領が話し合いに入った時にですね、中国のメディアに論評が出てですね、多分日本は何もできない、繰り返し違う論者の口で語らせていたんです。で中国の報道の自由はありませんから、これは見せかけはその新聞なり新聞を書いてるように見えて中国共産党の本音であると同時に、本当に日本は結局口先抗議しかできないのかをその時見てたことは間違いないんで、だから新藤さんが新藤領土特別委員長がおっしゃる中韓ロは連携してるというのはその通りなんです。でその延長線上に今回のこの、韓国の国会議員の不法上陸やあるいは領空侵犯の遊覧行為やその領土を勝手に映像で流していることも全部つながった話なんですよね。だそれで、僕の質問の前にですね、この、竹島は本来島根県沖郡ですけれども、地元選出の前田さんっていう参議院議員が発言されて、地元としてお願いしたいけれども、これあの国際司法裁判所は韓国の同意がないと裁判を始められないにしても、フィリピンが中国に対して行ったように仲裁裁判所に訴え出ることはできないんですかと、なんとかお願いしたいってことをまず発言されたわけです、はい、それで、それに対する政府側の答弁が あってこのそもそも国連海洋法条約では、領土問題に、あるいは領有権の問題に触れないことになっていますと、いつもおなじみの説明があったわけですね、そして、まあ、この回答した外務省の幹部はとても賢い人なんで、特に賢い人ですから、フィリピンがこの南シナ海の領有問題、南シナ海の島々ということですね、領有問題には触れないで、仲裁裁判所に訴えて勝訴したということは、そういう工夫は検討課題だと思いますと、あたかも前向きのような答えを言われたんですけど、これ毎回こうなんですね。でこの会議はですね、実は突然急に入った会議でもあって、僕はその前の絶対に外せない案件から遅れて駆けつけたんですよね。でこの後に、先の収録で言いました外交部が開かれて、それは頭から出たんですけど、これ途中からだったんで、その時は僕はルール遵守したいので、なるべく発言しないようにしてるんですが、これ部会長と新藤さんの目を見てですね、手を挙げてこの前立議員と外務省のやり取りの後に、遅れてきて申し訳ございませんと、遅れてきた理由は関係ないんで、遅れてきた理由は もちろん 100% 公務なんですけど、関係なく申し訳ありませんがと言った上で、
今の外務省のいつもの説明で納得するわけにいきませんと、はい、なぜかというとですね、常設仲裁裁判所っていうのはですね、もともとはこの仲裁の概念っていうのは裁判所とは違うんですよ。仲裁裁判所って言ってるから、なんとなく国際司法裁判所との一種で言えるんですけども、本当は違うんですよ。これ文字通りその仲裁する場所であって、これ裁判官の候補リストはあるけども、その国際司法裁判所みたいにいつもあるっていうものではなくて、その訴えが出た時に裁判官を選んでやるんだけれども、これは国家間であったり、あるいは企業同士であったり、私人、私の人、私人同士であっても、その国際的な物事については仲裁できるっていうところだから、したがってその相手国の同意がなくてもできるわけです、うん、その上でね、もともとのこの国際仲裁っていう概念はビジネス上の紛糾をこの公平に扱うためにできたわけです、うん、でこの竹島の問題っていうのはですね、実は大きく漁業の問題が深刻なんですね、はい、でこれはこの番組では今まであまり話してなかったかもしれませんが、僕は島根県、沖郡の竹島のちょっと南にある沖ノ島の青年会議所、すごい頑張ってる青年会議所なんですけど、そこの招きでですね、あの講演に行ったりして、まあ、長い付き合いがあって、そこの漁家の方々ともよくお付き合いしてるわけですよ。そうするとこの部会でも言ったんですが、良質なアワビが取れたのが、韓国が竹島を保護選挙するようになってから、このアワビを取り尽くしてしまって、まあ、大変な状況になってるだけじゃなくて、漁できなくなってるから、そのものすごい損害なんですよね。でこの漁業っていうのも、まあ、ビジネスって言ったら普通なんかあの会社があって熱帯にしたい人がってイメージだけど、広い意味ではこの漁業もビジネスの中なので、当然これは仲裁裁判所でできるはずだから、できない理由を探してんじゃなくて、やってくださいということを申し上げたら、また外務省の答えは検討しますということですけれども、これは主権者の声としてもぜひやっていただきたいです。それからもう時間がないんですけれども、制裁についてですね、この国会議員の行動に対しても制裁すべきだという意見が出まして、例えば今ビザ免除になっているのをやめましょうということだったり、それから竹島の日は今島根県の日に過ぎないけれども、これを国の日にしましょう、これ制裁じゃないけれども、そういうことを他の議員からも、北海道の鈴木隆子議員とか、そういう方からも意見が出まして、それに対する外務省の答えはさっきの賢い人の答えですけれど、当然の問題意識制裁についてですけど、引き続き考えてまいります。そういう意見ショパンの情勢を踏まえつつ検討してまいりますということで、まさしくいつもと同じ官僚の答弁ですけど、それで、がっくり言ったり、三浦省ががっくり言うのはいいんですけど、例えば僕は諦めたりすることはあってはならないし、諦めません。この制裁をかけていくということと仲裁裁判にかける同時並行でやるべきだと考えています。はい、はい、実はこの後また外交部会が開かれるんで、はい、この急遽決まったんですけども行かなきゃいけないんで、はい、ここまでですが、はい、ちょっと最後の紹介だけ、はい、一つご紹介します。青山さんはじめまして、私は父の影響で青山さんの YouTube を見るようになった26歳女性です、はい、2回独立講演会にもお邪魔したことがあります、はい、誰があなたを守るのか、ノアの時代のスメラギ、一気に読んでしまいました。嬉しい。女系天皇、女性天皇の意味をこの漫画で初めて理解することができました。お、今までの全ての天皇陛下が民の幸せを願ってきてくださったおかげで、今私たちが存在できていることを知り、感謝の気持ちでいっぱいです。その天皇陛下を失わないために僕ら何をすべきか、私は一人でも多くの人がこの漫画を読み、一言ではなく自分のこととして考えることが大切だと思います。あかりさんのような人が増えればいいなとも思いました。また漫画の最後の部分、俊行くんのカミングアウトを読んだ時には青山さんが時々おっしゃるようにドヒャー、そういうことかと驚きました。
父も読みたがっているので次は父から感想文が届くかもしれません。はいはい、最後に武漢熱が一日でも早く収束することを願うとともに青山さん、三浦秘書、スタッフの皆さんのご健康をお祈りしております。ありがとうございました。はい、嬉しい、ありがとうございます。ドキャーチャンネル登録。はい、よろしくお願いします。はい、そういうこと、ありがとうございました。変でしょ。緊急事態だってね、感染者が増えて、医療介護は大変だっていうのもあって、はい、でまあ、オリンピックだったんで、報道の時間はまあ限られてますから、まあ、オリンピックと緊急事態って感じがありましたけど、そうですね、オリンピックが終わって、緊急事態。はい、本当ね、そうですよね。また出るんだ、まあ、出ちゃうんだっていうね。でまたお盆ですけど、またお盆、ステイホーム。去年と同じような感じですよね。ワクチン打ってる人、打ってる人、打ってられみたいなね、なんか、打ってるのに打ったらダメだみたいなね、まあ、もちろんワクチンしてない方の人権、そのパスポートができるのは、ね、経験になるのはフランスなんかで非常に問題になったりとか、すっごいお菓子がお菓子だらけ、
かしいのかな、それともチャンネル。厚生労働省と東京都が新型コロナウイルスの患者向けの病床確保と患者受け入れを病院とかに要請をしましたが、これについてお話を聞かせてください。なんで今頃なのって遅いよ。そう思いますけどね。これでも何回も言ってるけれど、コロナの対策っていうのは実は二通りあるんですよね。だからまず一つはコロナの患者を抑えるということ。一方で医療の供給体制を拡充するって二つをやったとか。でも1年前からもとにかくその患者を抑えるこれしかやらない。で1年前にやる時には1年以上前かな、あの時にはコロナはあんまり増えないって予測もできたわけ。だから実はその時に供給体制をすごく増やそうと思って、まあ予算では 1.5 兆円のまあコロナの供給体制の強化っていうのを用意したし、でさらにまあ1兆円ぐらいなんだけど、病床を提供してくれたらお金もあげますというのもありました。 1.5 兆円の方もどうですか。1兆円の方も実は全部は使わなかったんだけど、使っても実は補助金を受けてても感じられなかったっていう、そういう実態があってね。だから予算を用意して使わない、他の予算は使ったけど実際の患者を受け入れに消極的だ。だから徹底して医療の方の供給体制の話をしなかったっていうのが過去1年半の結果ですよ。でこれがだから分科会っていうか、もうそういうふうな医療側の方に立つ人なんだけど、医療側の供給体制を増やすって提言をほとんどしなかった。そういう今頃になってようやく